よいしょー。さあ、第2回目、ホストの学校おかわり TV 始まりまーす。よいしょよいしょさあさあさあ始まりましたということなんですが、まあ、前回、まあ、うちの青山寮代表、や校長のもとで、まあ、夢を叶えるぞというカリクラムですね、はい、作らせていただいて、これから、はい、勉強の方をしましょうということだったんですけれども、皆さん、宿題はやってきたのかね。もちろん、やってきました。宿題は、はい、夢を叶えるので、そうですね、いました。ちなみに、代表、はい、何章から何章まで宿題は、まあ、1章、2章ぐらい、時間の関係で。そうですよね、1章、2章で。1章、2章で、はい、今日は、夢を叶えるぞの第1章、はい、第2章の復習から、やりたいかなと思います。ちょっとね、その前にちょっと MC が朝まで今日飲んでたので大変なんですね。よーよーよー、みんなそう、今日みんなでカバーしてる。はいはいはい、今日すごい体調悪い。顔はいいから大丈夫。体調悪い、はい。先生何してる。はい、そんな感じですね。じゃあ、これも始めちゃいますかということで、はい、休んだらってきてるけど休めないですよね、やっぱり。はい、どうしようかな、あれだ、代表、はい、宿題のまずカテゴリーから、題名から言わないとあれですね。第1章はちなみに、第1章は、はい、まあ靴磨き、まあ簡単に言えばね、はい、靴磨き、靴を磨くっていう、はい、ことで、まあそういう内容になってるんですけども、はい、まあそれをみんなね、読んで、まあ靴磨き自分でやった人もいれば、まだやってませんという人もいるかもしれません、うん、まずやりましょうということで、はい、なるほど。で、まあ靴を靴磨きっていうことに対して、はい、まあ、みんながどういうことを感じたかっていうね。なるほど、うん、まあ、ざっくばらんにフリートークじゃないですけども、はい、いきましょうか。はい、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 しょ。じゃあまずね、一番磨いてなさそうなのから、やっぱりちょっと、はい、磨いてなさそうなのからちょっと言った方がいいじゃないですかね。ガチ、え、ガチ、誰、そう思ってたんですか。じゃあ大事から、はい、いいですか。あ、僕ですか、はい、うん、上の方、はい、ね、はい、あ、僕は、うん、そうですね、実は磨きました。おー、はい、おー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 、ただもう油さしたりとか専門の道具なかったんで、もうまあタオルでゴシゴシと、はい、はい、そして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 、からの手、からの手でキュッキュと、キュッキュ、キュッキュッ、お、いったなと、終わりです。はい、本革ですか、靴は本革ですか。本革のつもりでいます。お、はい、つもりです。メイクだ、メイク、メイク、メイクだね。パッと見本革です。はい、お、磨いた後に履いてみて、こう気持ち的にはどうだった。気持ち的にはすっきりしましたね。すっきりした。はい、やっぱり気持ちも、はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。あ、どうですか、靴磨き。あ、僕は靴磨きしました。まあ、靴磨きっていうのも正直、まあ、心の掃除みたいな感じがちょっとあって、だんだんこう気持ちよくなってきて、はい、うん、それであと、まあ、靴磨きしたついでに、まあ、外出ようっていうのはまずないんですが、身の回りのことをちょっときれいにしようかなと、うん、まあ、身辺、身辺、まあ、身辺をきれいにするわけじゃなくて、部屋をね、きれいにしたりとか、はい、ちょっとまあそしたらまあその日すごい気持ちよく仕事出勤できたりとかするんで、みんなもぜひ試してください。お、お願いします。はい、はい、お、スキーした。で、大丈夫。はい、うん、僕も靴磨きはさせていただきました。で、靴磨きをすることによって、まあ、見た目、こう、スーツバシッと決まってても、こう足元が汚かったら絶対、まあ、僕らお客様
とこう会話し合いながらでもお客様ってこういろんなとこ見てると思うんですけど、そのちょっとした靴がすごい重要なんだなと思って、そこをきれいにする、細かいところでもきれいにするとこがこう身の回りの、まあ、家をきれいにする、靴もきれいにする、トイレもきれいにする、そういう身の回りの小さいことからきれいにしていけば自分の心もきれいになっていくのかなと、まあ、夢を叶える像を読んで、まあ、一章読ませていただいて思いました。そして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 だからもうね、あれですよ、きれいにしましょうっていうことですよね、身の回りのことも、うん、一つ一つをそしてそして、はい、いや、そしてそしてもう悪いですよ、ね、顔するなぁまあ、靴磨きでね、心も磨けっていうね、そうですね、そういう、まあ、内容になってると思うんですけども、うんうん、じゃあ、後ろからはい行こうか、はい、お、僕ですか、僕から、うん、靴磨きの話でしたっけ、靴磨きは僕もやったんですけど、うん、やっぱ気持ちがスッキリするというか、うん、なんか靴を磨いたことで、はい、私は何の意味があるんだろうと思って磨いたんですけど、やっぱ磨いた後に誰かしら見てくれてるんじゃないかとか、うん、やっぱ気持ちよく仕事ができたというか、やっぱこの靴ってやっぱ足元からおしゃれな足元からって言うんで、まあ、大事なんだなと思いました、うん、以上です、はい、いもう一人最後ヒロ、お、どうですか、僕も磨かせていただいたんですけども、やっぱりあの常日頃自分をよく見せてくれてる、ね、装飾品だったりもそうですけど、まあ、まずそういうものに物に対しての感謝を込めてっていう意味で、まあね、そうそう、磨かせていただきました、おお、ありがとうございます、イエーイ、いや、本当にあの靴はね、あの磨く時もやっぱり感謝の気持ちで磨くとね、より一層やっぱりあの歯磨きして靴がねですね、いい場所に連れて行ってくれるっていうね、あのそういうのもありますんで、あの毎日とは言いませんけどもね、皆さんあの靴はいつもピカピカにして、はい、仕事しましょう、はい、はいはいはい、幸せの靴笑顔でね、はい、まあ、続いて第2章なんですけども、はい、第2章はあの、まあ、内容はね、はい、まあ、募金をすると、はい、うん、まあ、これもちょっとあのなんで募金が必要なのかなってね、あのよく分からなかったと思うんですけども、やはりあの夢を叶える人はやはり叶えた人はね、みんなそういうことをやってきたということで、うん、我々はあのその自分たちの夢を叶えるっていうね、一つの目標にしてますんで、はい、その、まあ、募金の第2章について、読んで感じたことを、言ってもらいましょうか、はい、じゃあまずは、じゃあ章、はい、章です、うん、あの募金、まあ、僕最近その本を読んで募金始めてみようと思って、もともとちょいちょいやってたんですけど、あの例えばコンビニ行ったりとか、うん、スーパー行った時にちょっと発数出たら募金するようにしてるんですよ最近、はい、そしたらやっぱ気持ちにもやっぱりちょっとなんだろう余裕だったりとか、うん、こうなんだろう、あ、いいことしたなっていう気分が良くなりますし、それをすることでやっぱり募金したことでやっぱ赤十字だったりとか、例えば震災とかで被害があった人もやっぱり少し助かるんだろうな、あ、ごめんなさい水こぼしちゃったんですけど、いいことにつながればいいなと思って、自分の幸せが周りにも幸せがちょっと分け与えられたらなと思って、これからも続けていこうと思います、笑うんじゃない、はい、偉いね、偉い、偉い、道徳番組確かにね、あ、じゃあ、森さん行くか、佐藤君ごめん、ちょっと取ってくる、あ、はい、はい、森ですけども、はい、募金はしてます、おお、かなりお金持ちなんで、なるほど、お札をいつも募金させてもらってるたまに入ってたら森さんなんですね、そうそう、たまに笹入ってるのが私です、はい、まあどうしてもね、偽善かもしれないですけども、やらないよりかはいいかなという気持ちで、まあやったからってどうってことないんですけども、まあ、ちょっとね入れた瞬間自分が微笑めるっていう、その一瞬のなんか気持ちの軽さのためにいつも1万円札を募金します、夜の NHK以上です、
お、よっ、お、よっ、よっ、よっ、からの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 、面白いこと言ってくれるのかな、からの。まあでも本当ね、森ちゃんね、募金がすごく一生懸命やってるというのはちょっと前に聞いたんですけど、はい、偉いですね。募金が趣味、募金趣味、募金献血趣味。まあいいですね、世の中のために貯金よりも募金の方が多いっていうね。そうです、そうです。じゃあ、そうだ。はい。ああ、僕ですね、うん、まあ、募金僕も結構、うん、あのコンビニとか行った時はよくやるんですけど、ね、なんか夜の NHK ってさっきコメントに書いてあるんですけど、うん、まあちょっと真面目な話なんですけど、うん、まあ、やっぱり、なんだろう、自分の利益のためだけに動くんではなく、やっぱり人のために何かできるかなっていう時に、やっぱりそういう募金とか小さいことやっていくのがやっぱり心のゆとりを広げるっていうんですかね。ちょっと昔自分でもちょっと何言ってるかよく分かんなくなってきたんですけど、まあでもやっぱり大事ですよ、うん、ね、素晴らしい。分かんないです。まあでも、うん、本当に人のために何かしてあげるってやっぱ接客にもつながると思うんですね。まあ接客業はまだ始めてこれ1ヶ月ぐらいなんですけど、あ、本当、はい、まあ、前職は全然工場系だったな。あ、そう、物作ってた、ね、物作ってました、ね、はい、なんで、まあ、ちょっとそういう精神を持ちながらちょっとこれから頑張っていきたいなと思ってます。はい、はい、あーす。あと、うん、高橋さん、第3章でいいんじゃない。え、第3章、いや、第2章までだ。そう、までなんです。僕も募金します。おお、僕、中学生からずっと募金してます。おお、でも今、むしろあの募金してほしいです。うまい、うまい、うまい、ベテランだ。うまい。やっぱりね、夢を叶える人はあのする方だから、ね、あ、はい、される方じゃない。まあ、あのこの第2章もね、あの、まあ、募金っていうことをまずしてみましょうっていうですね、あのまあ、どうしてもこう頭でみんなね、大人になったら理解して考えちゃって、結局行動に移さないで終わっちゃうっていうのもあるんですけども、やっぱりあのこれはもうとにかくやれば誰でもできるような内容が全部入ってるんです。だからこれはあの、まあ、このメンバーみんなでね、あのこれをまず読んだらそれを行動しましょうと、はい、で行動して自分で感じたこと、分かったことがあの何ですか、まあ、気づきになりますね、はい、で、まあ、あのこのホストの仕事に関してね、うん、まあ、共通点もたくさんありますし、みんながそのナンバーワンとか売り上げを上げるだけではなくてね、はい、うん、まあ、本当人としてあの成長して、いきたいなと思いますんで、今度はまたね、次のショーであの次回、はい、あのその感想を聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ちなみに、はい、次回は第3章と4章です。そうですね。なるほど。はい、ちょっとね、前回の放送でも言ったんですけど、これ販売小売価格が648円プラス税なんで、あの初回料金より安いんで、あのぜひ皆さんも、あの本の宣伝でやってる、はい、わけじゃないんですこれあのお願いします、はい、なんであの購入してみてくださいということで、はい、はい、まあ、あまりほら見てる人もいるんで、そうですね、まあ、この内容だけね、ずっとやっててもやっぱりつまらないってことで、うん、そうですね、毎回第2章くらいにして、うん、確かに、うん、素晴らしい、はい、はい、なるほど。よいしょ、MC大丈夫、まだ酔っ払ってる、大丈夫。いやちょっと酔っ払ってますね。はい、体調がね、かなりもう、そうですね、もうボロボロなんですけど、まあそうですね、まあ今回、はい、夢を叶えるぞの、第1回目の、講義をちょっと皆さんに、やっていただいたんですけれども、まあちょっとね、講義ばっかりしてもつまんないと思うんで、ちょっと簡単にね、自己アピール、自己アピールなんかもいつも通りできたらなと思うんですが、僕気になったことが一つあって、もうやっぱり12月入ったじゃないですか、うん、で、まあ世間はもうイルミネーションがね、あの輝いている時期で、毎本常にイルミネーションなんですけど、なんかクリスマスっすよね、やっぱりもう時期、はい、でうちでもイベントとかをやっていくわけなんですけど、まあ果たしてね、この iPhone 店の、お店に入ってきたときに、この若いルーキーたちはどういうふうに姫をクリスマス感でおもてなしするのかなと言ったところで、なんか自分なりのそのデートとかなんかあるじゃないですか、はい、そういうのをちょっと、まあ、聞いてみたいなっていうのはあるっすよね、はい、だこの時期ね、人肌恋しくね、ご来店されるお姫にどういうふうな形でね、こちらがアピールできるのかっていう
ったところでクリスマスはディズニーじゃん。ちなみに大ちゃんはホスト初めて。あ、そうですね、短いと思うんだけど、はい、クリスマスってどういう風に普段過ごしたの？そうですね、まあベタで、まあいい夜景の見える綺麗な、うん、港未来で観覧車の一緒に乗ったりとか。素晴らしいね。すげえ。そういうのが僕は好きですね。そんなしたことない。そんなしたことない。そんなしたことない。意外にロマンチストね。はい、そうですね。本当かよって。本当だ。本当だ。カナスの一番上でプレゼントあげちゃったりとか。本当なんですよ。本当なんですよ。マジっすよね。自分のやつ、自分のやつ、自分のやつあげた。自分のやつあげた。それはそれは妄想だに言ってきた。ほら、何あげた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 。自分のあれ、自分のあれでしょ。妄想像にお任せします。ああすごいな。自分のあれね、ダメージと指輪とかほらネックレスとかですね。素晴らしいね。なるほど。自分のあれとかね、大ちゃん。いや飛びない飛ばすぎ。多分ね、ここにいるメンバーほら、あえて募金をしてるメンバーだからね。確かに確かに。やっぱりその、あのね、お客様にもなんか素敵なプレゼントはもう、まあ当然のことなんで、あのまあ値段じゃないんでね、うん、あの気持ちで、うん、ね、そういうのはあのしていきましょう。はい、ね、はい。隣のソータはどういうデート、はい、クリスマスデート今までですか？いや、今まで、まあこれからでもいい。これからもしね、あのクリスマスデートするのは、僕はこんなデートをしますよ、みたいな。そうそうそう、アピールで。そうですね、はい、僕、まあ、車、まあ、ドライブが好きで、まあ、趣味がドライブなんですけど、やっぱり女の子を連れてドライブ行ったり、まあ、しとこうと、うん、すごい夜景すごい綺麗なんで、うん、東京タワースカイツリーみたいにぐるぐる回ったり、まあ、夜はそうして、まあ、昼とかやっぱりディズニーとか行きたいですよね、女の子行ってみたいですね、本当に。今まで仕事だったのでずっと夜勤とかで一人で職場でクリスマスケーキ一人つまで食ったりとかしてました。仕事ないね。イケメンがそんなクリスマス？ほんと？ほんとそうか。これからはもっとね、楽しいクリスマスしていかないとね。ちょっとしたいんですよね、ちょっと。開いてまーす。なるほどね。ありがとうございます。ヒロ、どんな感じなの？もうミスタークリスマスって言われてんじゃん。ミスタークリスマス。ミスタークリスマス。振り雑っすね。なんか荒くないですか。僕はでもまあ外にデートに出るのは、うん、まあ、いつでもできると思う。うんうんうん。で、まあディズニーランドもいつでも行こうと思うのが行けるし。うんうんうん。ってことで僕は家でゆっくり二人で過ごしたいです。ああ。相手のね。うん。ああ。相手のね、確かに、まあ、手料理とかをね、そうもらってっていう。あ、もう僕はケンタッキーですね。ああ、いいね。何気に食べたくなる、あのケンタッキー。いや、マグカップが欲しい。あ、マジか。あ、ついてくんだね、今。重要、重要。かわいいな、なんか。なるほど。僕、森さんが聞いてみたいです。あ、森さんのも聞いてみたいね。大人のね。長いな。じゃあ、ほら、サンタクロースやらなきゃいけないから。忙しいんですよ。そうね。いや、一応大人のクリスマスを聞きましょうよ。まず煙突の探し方ぐらい。まあまあそうですね。まあまあ大人のクリスマスっていうとやっぱりちょっと低めに、はい、まあ、ホテルのレストランそうでディナーを食べて最上階のラウンジでちょっとね、まあちょっとアルコール入れて、うん、でまあお会計の時にはそっとキーをね、あ、ホテルのキーを、キーをホテルの方に行こう、やらしい、お会計を先に、やらしい、ああっていうことを妄想しながら、いつも一人でケンタッキー食べてます。結果ね、結果ケンタッキー、このケンタッキーをヒロ君独体で食べるという、なるほど、いい加減ですよ。いや、昔はね、本当にあのホテルのね、部屋の満室状態なの。やっぱりそこでね、あのディナー食べてみたいなのがクリスマスのね、そうですね、時代だったけどね。そうですね、憧れでしたね。まあ今は若い子たちは違う。違いますね。お、じゃあ、あの大金、僕ですか。もうこういうクリスマスを一緒にしたいなとか、なんでもいいんですよ。僕は、北海道から東京に来たんで、まあ1ヶ月前、今まだホスト1ヶ月目なんですけど、東京
まあ、北海道から出るってことが本当になくて、ああ広いもんな、はい、北海道な、で、うん、出たとしたら本当高校の修学旅行ぐらいで、うん、だから本当無知で、うん、だからそういう意味でこう、ね、一緒に行ってくれる女性がいたとしたら、まあ港未来、まあ有名ですけど、他にもいろいろ東京っていろんなイルミネーション綺麗なところ多分いっぱいあると思うんですけど、まあ2人でこう初めての、僕も初めてで、女の子も初めてのところで一緒にこうまあ思い出を作れたらいいなって思いますね。なんかすごい純粋ね、ピュアな感じがして素晴らしいと、素晴らしい、素晴らしい。じゃあちょっと一色のね、そう、どういうクリスマスを送りたいのか俺も興味ある。僕ですか、うん、僕、まあやっぱ青森出身なんですよ、僕田舎ねえ、田舎ちょ、同じじゃないですか、よさんと同じじゃないですか、僕青森で一緒にされたらこの辺やっぱ5近所じゃないですか、そう、5近所歩いて3分ぐらいなんですけど、まあいいからいいからあのやっぱ雪ってこっちあんまり降らないじゃないですか、東京とかも関東地方って雪降らないんで、あの雪を見せたいんですよ、っていうのもあってやっぱ実家連れてきますね、そしたら実家に連れてきます。いきなりだしたっす、いきなり妄想で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 吉野家でちょっとね、クリスマス吉野家で終わらそうとするパターンですよ。いきなり実家に行く女性の気持ちを考えたら嫌でしょうよ、新しいね。まあ普通、冗談ですけど、地元も、まあ、雪見れるでも、さっき言った北海道とかでもいいですけど、雪見れるような観光地行って、まあちょっと寒いですけど、綺麗にやっぱ星空とかすごい綺麗に見れるんで、星空見ながらあの歩いたりとか、ご飯とか食べれたらなっていう、星空見ながら実家はちょっと冗談ですけど、すごいぞお前、見れたらなっていう、やっぱあっちならではの楽しみ方ってあるんで、なるほど、ぜひご賞味あれご賞味あれあ、俺ですか、うん、あ、僕思い出失敗談ですね、クリスマスは。いいね、ああいうのが、うん、失敗だもん、あの女の子、まあ彼女ですよね、うん、まあ普段なかなかやっぱ会えないっていうのがあって、うん、やっぱりたまにやっぱり会った時に男としてはね、やっぱいいものを買ってあげたいっていうのがあるんですよ、うん、でもやっぱ女の子もそうでしょ、いろいろ失敗してそうでしょ、あのねそう、あのね本当にもうほんま失敗ですよ、男ってね失敗じゃないから、それはもう通過点だからですよね、ほんまですよね、気にしなくていい、よかった、本当にね、でもそれで、まあ言うたらその女の子にね、ちょっといいものを買ってあげたいって言って、ただ時間があんま取れなかったんですよね、やっぱそのどうしてもこうホストっていう仕事をしてたんでね、そしたらやっぱりこう大事なはずなのに、私はこんなものが欲しいわけじゃないと、うん、うん、ただちょっとしたやっぱ、ま、言うた気持ちですよね、ほんと女性ってそうなんですよね、難しいもんで、うん、だからまあ、それをちょっと気づいたのはほんとそっから5年後なんですよ、失ってから、うん、うん、失ってから気づいた時に、あ、こういうことじゃないんだと、うん、何が欲しいんだ、分かってる、愛をください、嘘やけど、あのね、愛はこう、まあ愛はね、元気今みんなにもらってますからね、うん、うん、そう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 、でもまあやっぱりね、人をやっぱその人の気持ち、やっぱ募金の話もあったんですけど、やっぱりね、お金があるからその募金して意味があるとかそういうことじゃなくて、ただごつい境地にね立たされた時に、その女の子にどれだけうん仕上げれるかっていうね、ほんとそういう自分のない中でもその気持ちっていうの、その気持ちがごっつい大事だと思うんですよ、はい、はい、おっさんとおっさんバトルやけど、うん、おっさんとおっさんそう、そうそうそう、まあ、とりあえず僕は失敗談しかクリスマスはありません、なるほど、はい、すいませんでした、ありがとうございます、逆転裁判に、おっさんはね、やっぱり女の子を喜ばせるっていうね、やっぱりそこをまず知ってますからね、ですね、本当に、女性はね、やっぱりサプライズとかね、そういうのが結構好きなんで、うん、そうです、やっぱりこう、みたいなね、そうです、うん、そういうやっぱり物をあげるにしても、やっぱりそういうことを考えて、ですよ、さすがおっさんって聞いたからね、そうですよ、やったおっさん、おっさん、やったでおっさん、みんなね、大地もいずれ、はい、おばさんにはなんないからな、お前、ね、お前もおじさんになるから、まあ、そういうね、女性にプレゼントあげるのもなんかこうサプライズ的にね喜ばせるっていうのをちょっと考えて、なるほど、していきましょう、そうですよ、はい、今度からそのクリスマスはねみんなにそういうのを分け与えてあげたい、ね、そういうメンバーなんです、みんな、
ね、決してね、このメンバーはあれが欲しいとか、これが、ね、欲しいとかっていうことは決して言わない、言わないです、うん、愛が欲しいですね、愛 が, 愛 が, 愛が、そう、愛が、愛に気づいてください、愛、それも昭和やからね、やばい、あれ、一世の、ちょっと、はい、ちょっと聞いてない、そういうのさ、いや、ほんと何もないんで、今まで、そういう、あ、クリスマス、らしいこと、らしいことが、もう一から教えてほしいな、逆に、あなた色に染めてくださいみたいな、俺の白いノートみたいな、なあ、ちゃん、いや本当に、はい、すいません。そして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 からのからのからのもう一つあるじゃん、もう一つあるじゃん、もう一つあるでしょって、もう一つあるでしょ、まあ、うん、俺のね、体を全部あげますよ、おお、おおおからのからの結果的に、結果的にエッチなやつ、大丈夫か、エッチなやつ、エッチなやつ、結果的にエッチなやつになっちゃうかな、違う、違いますね、はい、まあ体には相当ね、やっぱりあの自信が、いやもうビールっぱらでブヨンブヨンです、いやいやいや、もっとね、ボクサーだっていうんで、そう、ボクサーですね、もっとプロボクサー、うん、そう、プロボクサー、ね、そうですよ、そしてそしてからの、からの結果的に、結果的にエッチ、違う、やばい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 、あ、そっか、今日はあの2名、うん、3名ほどね、あのちょっと店にもうお客さんが来ちゃってて、はい、ちょっとまあ、うん、そっちちょっと手伝ってもらってことで、あの、ちょっと人数とかね、うん、ボードがちょっと、あお店の方に残ってるから、寂しいね、ちょっと寂しい、熱くない、いや、めっちゃ熱くて、 MC 大丈夫、いや、大丈夫です、何黙れてました、黙れてましたよね、出てない、出てない、一生懸命あのおじさん喋っててもなんかこれ見てる人つまんないと思う、いや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 、ちなみになんかね、うん、MC あの昨日携帯をなくしたらしいんですよ酔っ払って、あのね、もうあのここに見てる方おられましたらね、MC にちゃんとあのまあ今携帯なくしてるんで連絡つながらないのはちょっと拒否じゃないんで、うん、いやー、うん、でもそれ言っといてもいいですね、ほんまやで、ね、いや、まあ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 ね、そう、はい、携帯がちょっと今、うん、はい、そうそうそうしちゃったんで、はい、今ないんで、そうそうそう、そう、やっぱりあの王道的なね、王道的なテクニックあるんですけど、そうそうそう、やっぱり、はい、いやだから、あの、うん、ほら見てる人にこうクリスマスのなんか、そうですよ、クリスマスのなんかね、うん、これからのね、僕たちのあり方と、あともう一つ何かって言ったら、しゅんさんとこう代表からの、はい、はい、そういうちょっとこうサプライズ、さっきサプライズっていうのがすごいですね、サプライズじゃなくなっちゃうんだけどね、これ言っちゃうとね、うん、そうですね、一応もう23、24、25、はい、3日間のクリスマスイベントっていうのをお店やってますけども、うん、このおかわり TV を見てきたっていうね、うん、一言言ってもらっても、うん、このメンバーの人をね、まあ、初回2時間5000円になりますけども、来ていただいた方には漏れなく、ちょっと、サプライズをしますんで、必ず、サプライズ、サプライズ、サプライズ、スプライドじゃないですよね、スプライド、ライまあ、クリスマスっぽいものをね、サプライズを、サプライズを、まあ、決して5000円で、できるようなことじゃないんで、うん、ええ、人によってはそのまま連れて帰ってもらってもいいですもんね、そうですね、うん、まあテイクアウトはそうですね、違うか、まあ3日間大丈夫、ここで言わなかんねん、お願いしますって言わなかんねん、ここでみんなでほら、お願いしますって、そうですね、大地連れてって、テイクアウトお願いしますよし、お願いします、へぇー、逆にね、みんな募金してるってなんか言ってた人間たちがみんなね、なんかお願いしますそうですね、募金運動みたいな、ね、寂しい感じだもう一回読んでおこうね、これね、そうですね、また俺、たくまさんの、たくまさんのが映った、俺早いうちらが俺、ね、こう幸せにしてあげなきゃいけないな、そうですよ、うん、ね、大地ね、そうです、うん、お、はい、お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 、来た、そして、そして、そして、からの、からの、そして、そして、からの、からの、そして、そして、そして、からの、そんな大地の一言のままで、からの、ここで大地、自分のアピールしちゃいます、アピールしていいですか、青い空、あ、やってよ、やってよ、あれ、やっていいですか、空、海、山、俺、大地です、うぇーい、うぇーい、お、やばい、お、大丈夫か、あ、ゆりです、座って、おいや、すごい93点高いよ、すごいよ、大地ましたね、あと7点何なのか聞いた方がいいんじゃない、7点は気持ちですかね、あと7点は点気持ちよ、はい、よ、はい、MC、 いやまあね
ちょっと休めたわけなんですけど、ね、ちょっと休めたわけなんですけど、はい、93点。じゃあね、番組後半は、まあ、さっき言ってた、まあ、イベントですね、まあ、イベントを一応やるんで、ちょっとイベントの詳細告知と、はい、まあ、簡単な、フリートークなんかできればいいかなと思ってますんで、はい、ちょっと一旦 CM 入らせていただきます。 CM ダーン。はい、さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。はい、始まりました。もりもりもりやー、俺が身にかけてるも、もりもりやー、盛り上がるにかけてるも、もり小中ロック、小中ロック。困ったら盛り込む。小中ロック、小中ロック。これいつも思うんだけどさ、盛り上がるの従業員だけなんだよ。確かに確かに。確かにお客様が最大飲ませなんですよ。僕らほらお客様を喜ばせる。そうね、そうそうそう、確かに部分で2人でもう振っといて、振られ損っていう。じゃあ今月の告知、はい、はい、今月のですね、iPhone X の告知をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。まずですね、今日10日、9日、今日9日、9日なんですが、あさって11日、はい、の、金曜日ですね、iPhone X、おそらく1年で一番熱いんじゃないかと言われているイベントですね。年末大感謝祭ビンゴ大会。いやー、11日の金曜日ですね、まあ、ビンゴ大会やるわけなんですが、もうね、うん、遊びじゃないっす、うちのあのビンゴ大会は、ね、本当に遊びじゃねえ、あれは。なんでなんで、まず景品が尋常じゃない。やばい、あれはやばいです。やばい、なになに、ガチで一番すごいのって何なの。いや、もうテレビですね。あ、テレビ、テレビどころじゃないでしょ、多分あれは。あ、テレビどころじゃない、ちゃうでしょ、はい、あれはもうテレビってオーソドックスじゃないですか。まあそうね、もっとすごいです。いや、見ました。あの、あんまり言うとすごいプレッシャーだから、そ、まあ、その辺にしといてもらえます。まあ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 、まあ、ありとあらゆる、ね、ものをね、ちょっと今回用意して。洗濯機は、うん、洗濯機もありますよね。いや、もうね、洗濯機もある。秘密や、秘密。持ち帰りどうやるんですか。それはもう調査、うん、とりあえず洗濯機ですか。まあ、あの、基本はね、女性が喜びそうな、お客様が喜びそうな、うん、まあ、家電から、ね、物件もあるみたいなのが。物件はないでしょ。リンゴ大会の景品ね、実は翔さん含まれてますからね。翔さん含まれてるからね。リンゴ大会の景品が、テイクアウトすごいですよ、テイクアウト。そうね、だから、多分、本当に、ね、飲みに来ていただくお題よりも、なんか、サプライズでね、ビンゴ大会の景品の方が良かったりする場合もあるんで、いや、もう本当に普段ね、なかなか来てこら、来ていただけない方なんかもね、うん、ぜひ、はい、指名できちゃってはいかがでしょうかと、そうですね、はい、はい、いうことなんで、いや、それが、11日の金曜日ですね。そうです、はい、で、あとは、今月の23、24、25の、まあ、クリスマス期間中ですね、
はい、これも、まあ、簡単なイベントをやるんですけども、まあ、単純に何かというと、普段うちが出してる、まあ、数々のシャンパンとかあるんですけど、この期間中はめちゃめちゃ安く出そうかなって思ってます。はい、お得っすね。いや超お得な、もう半額とか出しちゃうかなって。はい、だからやっぱりクリスマスって言ったらね、まあさっきケンタの話だったんですけど、ね、ケンタじゃないわ、なんだっけ、ケンタッキーにあのシャンパンとかっていうねイメージがあると思うんですけど、あのこの日は、はい、ケンタッキー買っていただいて、台本持ってきていただいて、でシャンパン飲みましょうということで、はい、特別価格用意しちゃうんで、はい、はい、ぜひね、そのクリスマス期間中、彼氏がいない画面の向こうのあなた、はい、はい、こっちもみんないないですからね。そうね。その3日間は、はい、あのこのメンバーあの誰か、はい、初回でね、はい、来てくれた人にはあのサプライズで。サプライズで。でも本当来たらすごいですね。来てほしいよな。っていうのがだって俺らこのままやったら山下達郎一人きりのクリスマスやで。それで、ね、皆さんどんな歌でしたっけ？え、きっと君は来ないや。最悪やで。来ないや、あかんや。来てもらわなあかん。そうやで、だから来てよ。頼む。あの助けて。ここにいるメンバー本当ね、まあミオもそうだけども、はい、歌がみんな上手いからね。本当ね。いやいや、本当。ショウさんはじめ。いやいや。うん、確かに。まあみんなクリスマスのね、歌を一曲ちょっとこう。ですよね。クリスマスソング歌いますよみんな。うん、ね。本当に来たらそれ本当に歌います、ね。いやほんま歌おうよ。あの俺クリスマスな、うん、なあ中西圭吾さんのクリスマスキャロルも歌うよ。どんな歌でしょ。どんなやつでしょ。いや、クリスマスキャロルナイトですよ。そうやな。最高得点は、最高得点は、あかん、それは求めんとって。最高得点は、俺言うけど、やばいよ。いくら？水広がりの88点。おぉ、うん、なるほど。そうです。でも代表もうまいからね、実は。りょうさんもうまい。まあ、俺、ほら、演歌しか歌えないから。いや、それがまたいいんですよ。いいですね、聞きたいですね。演歌でクリスマスの歌ってあったっけ？ないです。ないですよ。季節冬みたいなね。そういう歌だったら面白いけどな。ですよ、本当に。チョークイン。チョークイン。絶対それだけチョークイン。そう、でもやっぱ森さんもなんかこう、ちょっとなんか歌ってほしいですね、なんか。確かに森さん歌ってる。そう、歌っても見たことないんですよ、ね、実は。私、歌わないですね。ですよね。やっぱりね。ラストしか歌わないですね。あっ、あっ、値打ちをこびてます。えらい、なんか、神社に。でも一星君はどうなの？え、一星君は何をする？歌ってうまいやん。いやもうね、もし本当に来てくれたら歌いますよ、それはね。そう、あれ平井君や、平井君や、言わんと今こっちキラーパス乗ってよ、もう何でも歌いますもん。あ、そう、あなたの心に響かせます。からの、からの、そしてそして、からの、結果的に、結果的に、結果的にエッチなやつ。大地は平和みたいな。僕ですか、うん、僕、平井健とか好きですね。平井健好きなんだ。はい、みかんの歌は、みかんの歌、あ、みかんの歌もいいですね。アニソン歌えますか？アニソン歌える人、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 アニソン、俺、セーラームーンやと歌えるで。セーラームーンですか？セーラームーンね、うん、ごめんね、素直になれなくてって、素直じゃなくてって、俺、素直ちゃうから。あと、他に告知は、うん、あとは、そうですね、誕生日のバースデーですね。はい、その方が、何人もいるんですが、まず6人いたんだけどね、もう終わっちゃったら、はい、そうですね、人もいるんですが、まず、本日、はい、はい、9日翔太、翔太官房さん、バースデーですね。はい、今からでも間に合う、はい、これは、はい、今からシャンパンに来てください。はい、で、あとは、19日、一部長。おイエーイ、はい、いやー、一部長。はい。イケメンだから。で、21日、リュウシュリンですね。で、27日、はい、なんと27日は、なんと、あのゴッドの誕生日、ゴッド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 といえば一人しかいないじゃないですか。あの方、もしかして青森出身の、青森出身の、連れ込む、連れ込む、連れ込んじゃった、あ、からの、あ、田舎のお母さん呼びなさい。ちょっと、あのお母さんエースなんで、ちょっとあんまディスらないでください。お母さん同級生だっていう。同級生、あ、そうなんすか。お母さん S だね。お母さん S だから。S だね。お母さん入れるよ、お母さん。え、誰のって結局なってますよ。僕のです。ああ、うん。あの、翔。翔。
ショウ君の、バースデーです。はい、何歳の誕生日？22です。若っ。若い。若い。22歳。22歳なのでなんか一言アピールしますよ。ぜひもしお時間があったりご都合があったらぜひいらっしゃってください。青森一緒に帰りましょうでいいんですか？青森一緒に帰りましょう。テイクアウトします。素晴らしい。いやいや、わかるやろ。やっぱ本当青森の印象がかなりね。本当、森さんのことです。青森いいとこですよね。青森いいとこだよ。青森いいとこだよ。もう、もう物価も安いし、もう美味しいし。まあ一応日本だからな。物価はさ、あんまり変わらない。こんなに食べ物が安くて美味しい。美味しいですね。そうですよ。青森だからタバコね、100円するわけじゃない。あ、それは分かってます。でも物自体は安いですから。まあ食べ物がね。食べ物は、本当にね、いいとこですよ。寒すぎる。そう、寒すぎるけど、でも大丈夫。翔くんが温めてくれる。わー。よー。そうです。温かいの着れば大丈夫。そうですよ。あ、そうですよ。ベッドの上で、ベッドの上ですよね。いやいや、不正義じゃない。ベッドの上で、ベッドの上で。人になってくれる。そうそうそう。外は寒いけど心はホットにってよく言う、そういう感じ。ねえ。やばい、社交ダンスよりベッドダンス踊るって言うと言うとと一緒やん。ベッドダンス。俺たち社交ダンス踊らなあかんの。そうか、社交ダンスもね、そうです。今習ってるんだもんね。そう、習ってるんです、社交ダンス。毎週金曜日。あと、うちは毎週金曜日はみんなネクタイ着用して、いるんでね、ホストのホストさん。そうです。まあこれ、どこのホストクラブさんにもまず真似ができないっていう。そうですね。まあバンドさんもそうだし、まあホストさんの年齢もね、20歳から50代後半までいるっていう。はい。まあそういったお店っていうのはまず、しかないですね。あれ今日何曜日ですか？今日は水曜日です。今日は水曜日です。はい。水曜日。そう。ね。MC あとは。いやいや、あとはね、まあいろいろあるんですけど、いや掘り出せばいろいろあるんですけどね。ネクタイって今時のホストでつけてる。いや今時じゃない感じがいいんですよ、うちは。やっぱり。毎週金曜日だけ。そう。毎週金曜日だけ。そうなんですよ。いや俺らでもだいぶネオホストだよ。ネオホス、だいぶネオホスだよ。僕はネオホスやけどな、ネオって。あ、それも俺もだ。俺もです。ネオホスやな。ネオホスです。あと1分前だから、こうアピール。行こう。クリスマス一緒に寝てください。俺違う。俺は一人で寝たい。一人で眠りたい。やばい。そうだお前、今日二日酔いで朝まで飲んでるのに。要求しろ。まあまあまあ、先生とあるまじき人物がね、酒に溺れ、酒に潰され、携帯をなくし、始まる1分前に今日お願いしますって急に言われてもね、こっちもびっくりしちゃうからね。そうですね。はい。まあちょっと次週はね、完璧な体制で臨もうかなと思ってるんで、はい。皆さん、ご視聴今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。またピンコンカンコン、ピンコンピンコンカンコン、ピンコンカンコン。そぬいてビクビクしてては掴めないような心、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。